せーの、下町上町中町です。始まりました。ということで今日は何ですか？今日は餃子。はい、ということで今日は冷凍餃子をスーパーで全種類買ってきたので、それを食べ比べしてどれが美味しいのか選手権をやっていこうと思います。餃子50個あります。これなんで今日そんな寝てんの？いや、わかんない。普通に天気悪いからじゃん。いや、あ、まあまあ悪いか。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。まず1つ目がこちらの餃子、これです。これがこれで、こっちが唯一のレンジでチンの冷凍餃子、これで、こちらが大阪王将の餃子で、これがニンニクマシマシバージョンの大阪王将の餃子ということで、好きなの食べちゃってください。ニンニクマシマシ気になる。まずニンニクマシマシだね。てかちょっと待って、サムネね、ごめんみんな、合成なんだけど、それでもうまくない？合成しなくてもいいぐらいうまいでしょこれ。あやが寝てる間に俺一人で感動してました。ちゃんと羽根つき餃子できて。いただきまーす。うん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 。違うの食べたの？俺違うの食べた。いや、一緒に食べないと意味なくない？今のも本当にリセットします。ごめんなさい、間違えました。うまい。何ニンニク一回リセットしましたと。最初からやります。最初からやります。あ、そんなことやったことないでしょ。俺らそんなことやったことないでしょ。あ、じゃあそこじゃあ下町上町中町でーす。はじめ、もう餃子持っちゃってるから。ちょっとじゃあ僕ニンニクいきたいと思います。これが一番うまい。まだこれ食ったら分かるわよ。ガチうまいわこれ。5分だよ、冷凍で5分でできるんだよ。ニンニクが入ってれば入ってるほどってうまいからね。ぶっちゃけね、食べ物って結局ニンニク入ってるか入ってないからなんで、だからこれ蓋なし水なし油なしの5分でできるんだよ。これほんとすごくてね。これほんと作ってて感動したよ、こんな簡単なんだって。で続いてこちら、では初めて食べます。はい、そう初めて食べます。ニンニク入ってないバージョンの同じ会社のやつです。うまい。うん、おいしい。口内が痛くて。あ、そうだ、こいつ口内なんだった。しかも自主行為ね。自主行為ね、自分でやっちゃったやつだから誰も責めれないやつね。そう。口内の薬とか持ってる？舐めてるけど、口内の薬って本当に効くから、買った方がいい。マジで1日とかなくなるから、口内。え、薬局に売ってるの？売ってる。買ってきて。あら。嫌だ。実家にはね、本当口内の薬がね、結構大量にあるからね。口内痛いって騒ぐとお母さんが塗りなさいって。そしてレンジの餃子。これレンジはね、やっぱりちょっとね、期待ができないよね。期待はあんまり。ちょっとお弁当系だよね、多分。朝から簡単に作れるよっていう。もうテイストが違うよね。もうパリパリじゃない、もうもちもち系というか。でも正直ごめんなさい、こっちの2個にはまだ勝ててないです、レンジは。まあそりゃそうだよね。でこれが餃子です。違う会社の餃子です。カタカナ餃子ね。カタカナ餃子。そういうのやっぱ味がちょっとずつ違うわ。でもやっぱりそうなったよね、結果的には。ニンニクマシマシ勝ち。ニンニクしか勝たん。ニンニクしか勝たないね。この前さ、中町JPの撮影でさ、餃子50個ガチで食いきたじゃん。今日いける気がする？あ、無理？オッケー。じゃあ目指さなくていいってことね、今日。じゃあ俺はたくさん食べまーす、今日は。お腹減ってるので。朝ごはんでアサリ食べちゃった。アサリマジ大好きやん。昨日何時に寝た？昨日、北九州の TGC で、家俺が着いたのが夜の12時とか、それをやったの。で、あやが11時半とか。で、そっから、速攻爆睡。あや飛行機で爆睡してたじゃん、行きも帰りも。だから割と。え、何知ってんの？ずっと見てるから。ずっと隣にはお前がいたから。なんで知ってんの？わかんないじゃん。目つぶってただけかもしれないじゃん。それだったら怖いし。なんでさ、本当に寝てるってわかんの？え、もう首が落ちてた。もうこうだった。目つぶっててもコマじゃん、楽な感じだって。起きてるともう潰れてる時はもうこんな感じだから。よく正解で。何よく正解で。よくご存知で。ガチ爆睡してた。ガチ爆睡してた。だから北九州行った感がないのや。え、どういうこと？その移動がずっと寝てたから。え、そう。なんか最近あやさ、よく寝るんだよね。もうあんまよくない。待って、話したかったトピックある。え、嬉しい嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。何？この間友達が来て、普通に。でその友達はね、うちで持って帰ってきちゃったかもなんだよねって言ってて、それで「え、マジで？」みたいな。でもうちにはつかないんだけど、その友達についたんだよねって言って、その友達も一緒にいたのね。でじゃあそのまま家に行こうかってなって、あやんちに来たんだけど、テリーってね、まあ一人吠えるんだけど、初見の人にはだんだん慣れてきて別に吠えなくなるの。その人にね、一生吠え続けるの。ちょっとでも動いたら吠えるし、もうずっと吠え続けてて、もこんなにテレビ覚えることないのになと思ってて、うち霊ついてるかもやっぱりみたいな、こんなに犬に吠えられたことないんだけど、はいはいはい、あやもテディがこんな吠えてるとこ見たことなくて、そうね、で、お花を最近買ったんだけど、マジでおしゃれ。おしゃれじゃん。おしゃれ。このお花を友達がいた時とかもあったんだけど、その友達が帰った次の日から枯れ始めたの。めっちゃ枯れてる。そう。買って2日ね。買って2日でこんなんになるわけ。すごいすごい。すごい枯れ方してる。そう。だし友達が帰った瞬間にこんなってるやついちゃう。本当にこんな元気だったのに取れ始めたの。それやばい。そんなことあると思って。あっちにもあるんだけど、あるね。そう、あれを玄関に置いてたの。それもめっちゃ枯れてたのね、いきなり。ちょっと待ってって待って、でもここ日当たらないじゃん。ああ、そうね。そうだからワンチャンかなと思って、昨日の TGC の前に日に当てたってあげようと思って、そこに置いてたの、どっちも。いや、もうどっちももう死んだ。え、だってさ、花ってさ、だって俺結婚式でもらった花でさ、1週間ぐらい持ってでしょ。2日。これやばいでしょ。すごい。で、友達に「花マジで全部死んだんだけど」って言って、で、トウワもその経験があるから、トウワもいたから。そうだよね、トウワ枯れた花がね動かせないみたいな時があったよね。そう、トウワに北九州の時に行ったの、友達ってからさ、トウワもいたんだけど、その時「枯れたんだよね」って言ったら「はい、付着してます」って「それ完全に来ちゃってます」みたいな言われて、花が枯れるって一番もう分かりやすいからで、そっからなんかもうその友達が来てからもうずっと眠いの。でもまだいいね、眠いぐらい。眠いぐらいでいいんだけど、花が枯れちゃって。花枯れるの普通に嫌じゃないってか。嫌だ。シンプルに高かったし、普通に高そうな花だもんね。え、そんなことあるんだ。でも結構分かりやすくなる。分かりやすく、嘘だーみたいな感じではない、この枯れ方が。だし、なんかテディがお留守番の時にカメラついてるからワンちゃんが吠えてますとか通知が来るのね。で、それでテディがお留守番の時に3時間ずっと吠え続けてたの。やばくない？3時間だよ。前なんかかわいそうになってきちゃって、どうしたんだろうと思って、なんかソファーに座ってそっちに吠えるの、窓側に。花じゃなくて窓側。そう、本当に嫌だ。本当に嫌なんだけど。え、本当に嫌だよね。本当に嫌だ。トウワってどうして解決したんだっけ、それって。だからお祓いしてもらって取ってもらって解決した。それは家に来てもらってってこと。一回やっちゃえばもうめんどくない？普通に喉枯れない？テディとかも絶対喉つらいっしょ。そうだから、初日とかは大丈夫だったんだけど、ほんとその友達が来た瞬間にそうなったからマジで連れてこられたね。え、で今はどうなの？今もだよ。マジで？そうだから朝とかもう2人は絶対そこに吠えるし、毎朝。普通に超バッドじゃない？マジで。なんかでも落としたりとかなんか感じるとかはないから、ただ枯れて吠えるだけ。あとあれだよね、家電が壊れ始めたらいよいよだよね。あ、そうなんだ。家電がめっちゃ壊れるらしい、心霊系って。だから家電が本当に壊れ始めたらマジで生活に支障をきたすから、カメラとかも落ちるとか言うじゃん。ああ、そうだね。だからマジで一回本当に見てもらった方がいい、そういうちゃんとした人に。確かに。それでなんか今日朝とかちょっと鳥肌。そういえば食洗機を回してるじゃん今、食洗機回してソファーでくつろいでたの。でもちょっとくつろぐだけ眠くなっちゃうから、やっぱそれはそうなの。それはやっぱ眠いなみたいな感じでうとうとしてたら「ビュージャジャビュージャジャ」ってずっとするの。何の音と思って、これかなと思って、あんま使ったこともないし、なんか音とか違うのかなみたいな。そうね。そしたらなんかテディとかベアも吠え始めて、またそう、何と思って、いつもと違う場所なの、吠える場所が。えと思って、食洗機なんか壊れた、なんか変なもの入れちゃったかなと思って見ようとしたら、そのゴミ箱が永遠ガチャ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 って、わかる？自動ね、自動のやつバグってて、こんなん初めてなの。だから電源落としてもう一回つけ直したのって。嫌じゃない？せっかくシングル楽しいのにさ、そんなのがモヤモヤするの？モヤモヤしてない。あ、そう眠いだけ。なんか眠いのが嫌だ、ずっと。ああ、まあそうだよね。何のやる気も起きないの。それがすごい嫌。それいつの話？本当3日前とかの話。3日間続いてんだよ、眠いのが。天気いいもんね、昨日とか。だって飛行機なんかもさ、あんな寝ることある？ない。ないよね。もう分かんない。それは根性次第だから分かんないけど。飛行機であんなに爆睡したの初めてだよ。本当それは。だからもう北九州行った記憶とかもないのよ。それはあるだろ。お前 TGC の完成エグかった。爆発音かと思った、お前が出てきた時。いや、本当にだから北九州に行った感ゼロすぎて、普通に意味わかんない。まあでも移動中寝れるのは結構俺らからするといいことだよね。移動が多いから俺ら、寝れるとすごい幸せな気持ちになるけど、だってさめっちゃ寝てたわけじゃん。帰ってきてまたすぐ寝れたの？すぐ寝た。2時とかには寝たもん。あんな寝ててそういう経験ないじゃん、心霊系。いや何回かあるよ。あるの？うん、あるある。その信頼できるその霊媒師みたいないないな。いないでしょ。まずそういうのあんま信じてないからさ。うん、俺もそっち派だけど、最近周りの友達はもうスピリチュアル多すぎてクリスタリーよみたいな。ああそれやりすぎじゃない？石買った方がいいよみたいな。何石ってみたいな、感じるのみたいな。自分に合う石は手にしびれが出るのとか言い始めるの。なんでそれスピンなんだろう。一般の友達いないでしょ、高校の友達とか。いない。ああいない。でも俺も地元の友達とかそういうやつって一人も見聞いたからね。けどやっぱこういう芸能をやってる人はその好きなんだよね。だからそのパロサントってやつが、あれね、お香みたいなやつ。そうあれも霊にいいんだって。あれって匂いはあんの？若干木、普通の木を燃やしてちょっと匂いが香るみたいなやつなんだけど、パラサントがいいって言ってたからちょっと炊いて部屋一緒にした持って。お前もちょっとスピやん、そんな光景見ながら。やった方がいいよって言われたからバカにしてたよしに。何それみたいな。でもパラサント普通に欲しくて、例にはパラサントも効くからいいよって言われたので、あ持ってるわってなって、たまたまね。そうそれ持って一周しなって言われて、はあみたいな、何言ってんだよそれ持って。みんなが帰った瞬間やった。一応ね、一応やるよね。一応こんなことまでやって。でもやだねそんな。俺すごいやだわそういうの。信じてないけど怖いの嫌いだから。ちょっとじゃあ花にしていい？ちょっと花見てみんな。マジ2日前とか3日前の買ったの。このカレーぐらいやばくない？これだよこれ。垂れてんのはこいつ。これもここら辺も全部ほら全部枯れてる。マジで黄色系が全部枯れてるね。黄色が枯れてる。私、いっぱい家に黄色があるの分かる？黄色好きなんだ。黄色好き。今、黄色好きなの知っただけじゃん。怖くない？黄色好き。あやより黄色好きっての分かっただけ。アスネとかも黄色多いしね、黄色系というか。私、黄色好きなの。なんでかって、結構幸運をもたらすんですよ、黄色って。普通にね。黄色好きな人って明るいやつしかいないらしいよ。ユウスケとかね。ユウスケの歌も全部黄色で、ちなみにひまわりとかミツバチとか。だから家の角に黄色を置くといいとか言われてたから。あ、そうなんだ。植木鉢もなるほどね、ちょっと黄色に。シンプソンズも黄色。シンプソンズもちょっと黄色でやらせていただいて。じゃああっちの花も持ってきて。カッカラだから。こっちの花はこっちの花は大丈夫、大丈夫、元気なんだけど。シーンで買ったんで。こっちもここ葉っぱがもう日野のおばあちゃんちのシソみたいだね。しかもさ、お花をこうお水入れるじゃん。普通さお水なくなるってなかなかないじゃん、一日で。あ、ないと思う。吸収しないじゃん、全部なくなってたの。それってどういうこと？助けてって言ってんだよな。それサインだよ。助けてっていっぱい水吸うから気づいて気づいてしかったのかな。そんなバリバリになるの？マジで？そう、すごいね。わかんのこれ。かわいいよね。花瓶かわいい。なんか使ってない花瓶もそこら辺下に入ってるよね。入ってる。そうだからちょっと怖いよね。確かにね。花が枯れるってとあの家だから聞いてたから、その花が枯れるってあんま良くないサインだよみたいなのは昔から知ってたの。そのスピリチュアルをなんかあんまり知らない時から、それだけは知ってたのね。それだから前の家とかも枯れないからはいはい大丈夫大丈夫。あ、そうね、前の家はずっと咲いてたね。そう安心してたんだけど、初めてだからこんなにすぐに枯れたのが。マジで最悪。確かにね。普通に可愛くてお気に入りだったからさ、1週間ぐらい飾りたいじゃん。飾りたい。もう一回飾ってみる。ちゃんと生きてるの飾ってみて、様子見てみるわ。それでもう一回枯れたら本当ってこと？もう本当だよ。それが同じ日に同じのを買ってで俺ん家に連れてってあやに連れてってどれぐらい下がるか。確かにそれやってみるか。あとで近くの花屋買ってくるでやってみよう。マジでマジでそうしよう。でもこれ捨てちゃっていいの？これも早めに捨てた方がいいの？スピリチュアルの先生になってちゃう。これは早めにした方がいいです。これはちょっと早めにした方がいいかもしれない。どうしよう。これでさ、ソワマみたいにさ捨てた花が戻ってきたりしたら。ソワマ捨てた花戻ってきた怖すぎない？そんなことあんの？それ最悪。やばくない？まあまあ一回やってみるしかないね。本当にこの花がたまたまもう本当に環境的に良くないかもしれない。確かに普通にね、その可能性も全然あるから一回やってみる必要がある。それで本当に枯れたらどうすればいい？本当に枯れたら一回誰か呼ぼうか。霊媒師。霊媒師で、しかも SNS とかかに出てる霊媒師じゃない方がいい。確かにもう個人的にね、個人的になんか動画とかにするんだよね。そうそうそう、動画とかにするともうまた霊が寄ってくるから、うん、そんなやってるよこいつら。でもなんか嬉しい、その霊が今いる可能性があるのに、うん、何も感じないのすごい嬉しい。ああそうね、うん、神経質の人はもう本当にきついと思うから。えマジでさ、この間めっちゃ怖い話聞いて、うん、これもう本当に超鳥肌立つんだけど、うん、あれなんか涙が出そうなぐらい怖くて、うん、なんかこの間本当に霊感が強い友達がいるの、うん、本当に強い子。本当に強いっていうのはどういう、もう普通の人に見えちゃうんだって。普通に見えちゃうタイプ。そのタイプね。そう、はっきり見えちゃうから、うん、顔は人によるんだけど、顔がぼやけてる人とか、うん、はっきり見えちゃう人とかいるらしくて、うん、そのバーとか行ってても、あの一番右の方って、うん、大丈夫そうみたいなこと言ったら、うん、え誰もいないよとかがよくある子なのね。もうそれで怖いじゃん。ね、撮影スタジオって結構いるらしいのね。聞く聞く、そう聞く。それで撮影にスタジオ行ったんだけど、なんかすごい入った瞬間から嫌な感じ、上が嫌な感じしたんだって。あでも上が嫌な感じするなと思って幽霊系の話になった時に「え感じる人ですか?」ってもう一人の人聞いたんだって、スタッフに。そしたら「あちょっと感じやすいですね」なんか家がそのお墓かなんか霊媒師かなんかあって自分も結構感じるんですよねみたいな人で「えいますよねここ」って言ったら「はい」みたいな。はいはいはい、そこ共通でね。あやっぱりみたいな。じゃあ一回どこにいるか指さしませんって。すごい。でそれでせーので2人とも上を指したの。あやっぱそうですよね。へえすごい。でなんかさ電気でさこうくるくる回るプロペラみたいなさ電気あるじゃん。うちの実家みたいなやつ。あそう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 、まあ前あったのかな、まあプロペラがついてる電気みたいな。でそれで「回ってません?」って言ったの。でそしたら「確かに」みたいな「足しかないですよね」みたいな。で「はい」みたいな。でずっとプロペラについて回ってんだって、足が。で2人一致して「そうですよね」みたいな「足しか見えないですよね」ってずっと撮影中足が上に回ってるのを感じながら撮影したらしい。怖っ。怖くない？気持ち悪いね。すっごい足まで取りやばいよね。足か超怖くない？え不思議だわ。それで感じるんだな。なんかそういうのとか、なんか家とかにいても石を見つけられるんだって。そのなんかその友達の家がすごい感じやすくて、この家いるんだろうなと思いながら過ごしてて、そしたらいきなりポンってなんか後ろから石を投げられたらしい。えみたいな「何何石は渡ったんだけど」みたいな言ったら「この間霊媒師来た時にそこにいるって言われたんだよね」って言われて、そこにちょうど石当てられたから多分邪魔かなんかで怒ってんだと思うみたいな。そうなんだ。でも石は見えないってことでしょ。何とか当たったり、何とか当たったのポンって、特に何も落ちてないしなんだけど石が当たったみたいな感じでえってなって、そしたらあそこにいるって言われたんだよねみたいな。すごくない？すごくない？えそれさ悪い霊なの？どっちのパターンもあるらしい。本当にただの霊と悪い霊がいるから、悪い霊は本当に体に害を起こすから霊媒師とかに呼ばないといけないけど、ただの霊はまあ別に霊媒師呼ぶほどでもないからそのままにするからずっとなんか一緒に過ごしてるみたいな感じなんだ。なるほど、まあその人慣れてるから。そう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 、すごくない？でもさその上で霊は信じてる、信じてる。その上でもよくわかんない霊って。あれは本当何一つも感じない人だから俺らね、そう何それってなるけど、なんか具体的すぎてまあその人の話がね、そうそうそう、あ見える人には見えちゃうんだろうなって感じ。遺伝なのかな？遺伝らしい。お父さんお母さんそんなの一切ないじゃん多分霊見えだと。その子のお母さんも見えやすいみたいなこと言ってた。遺伝っぽいよやっぱ。なるほどね。でうちの中町家は多分代々見えないのかな。もうマジで見えない。そっちの方がいいよね。その友達にも言われたのがなんかわかんないけどあやちゃん守護霊がすごい強い気がするみたいな言われるの。なんか見えるとかはないんだけどなんかすごい強い力を感じるんだよねみたいな。だからあやちゃんと会うとすっごい元気になるのみたいな。その子もだから言われるなんか何度も会いたくなっちゃうんだってあやに。だからすっごいよくあやちゃんのこと遊びに誘っちゃうんだよねって言われるの。確かにすっごい誘われる。俺もすごい言われるそれは。 JP と会うと元気になる。そうそう、普通になんか俺がただそれ盛り上げてるかなと思ったけど、そういう星のもとというか元気になるパワー系のあれだと思う中町家って多分。そうだからなんか友達とかにもあやちゃんと会うと元気になるんだよねって。でも1週間とか2週間空いちゃうとどんどんまた下がってきちゃってまたあやちゃんに会うと上がってってみたいな。なんかね誰かって言ってたんだよ、そういう候補がいるんで、その太陽に感じるような人たちが。その人に会わないと本当に元気が出なくなっちゃうみたいな言ってたわ。そうだからほうみちゃんとかもあやちゃんに定期的に会わないとなんかどんどん暗くなっちゃうんだよね。であやちゃんと会うと1週間ぐらいまた保たれるみたいな。すごいよね。そうあやだっけなんかファンの子にオフ会とかで会ったら気がずっと吸い取られて超疲れるみたいな。ああそうなんかアスネのポップアップの時ってやっぱすごい楽しいんだけど人にやっぱ元気をちゃんと与えてるからちゃんと気が吸い取られてるんだよね。なんかハッピーというか楽しいというかだからポップアップとかでファンに会った後ってほらこうやってもうそこで吠えんのずっともう本当に怖かったわ今めっちゃ怖かったわ。それでおいでおいでちょっと抱っこしようかもう怖いからこれ本当に無理だろ本当に怖いね今のとこ本当だよいきなりあっちに2人がずっとそこで吠えんのそこでもさ動画とか一回さ窓閉めてさ映してみる。俺もう鳥肌でしょでしょでしょちょっと窓閉めるのめっちゃあんまあそこ行きたくないそんなそんなんやって閉めてうわっじゃあご案内しますねいつも超える場所はいこちらへ出ます。怖いなうわっわっみたいなほら危ないカメラ落とすから本当にさ怖いこちらですそこなんだみんなどうたらーんじゃないからもしいたらほんと気まずいからいやそんなの誕生日みたいな感じじゃない誕生日主役みたいな感じじゃないからテディそうですよね先生ちょっと聞いてみますうんこちらですこちらなんだキラキラしないで手キラキラやめて手キラキラやめてねすっごい怖いこんなの俺苦手。逆にあやの力が強すぎて多分元気にするね。あやと縁が切れたりするとその人にめっちゃ不幸を与えちゃう。ああなるほどねわかるはいはいはいだから縁が切れるっていうかなんか合わなくなったりとかまあ縁が切れちゃうとかあるじゃんそうなると相手がすっごいどんどん悪いことが起きてっちゃう。それはねそうだからみんなにあやと縁切れたら終わるよ一番の落とし一番の落としだからそれがなるほどねパワーもらってるのが当たり前になってあやと離れるとパワーがないから変なことが起きちゃうとそう悪いことばっかり起きちゃうその人にだからいいのか悪いのかだよね。だからあやと関わる前はそれを覚悟に出会った瞬間別れって決まるからね出会わなかったら別れないからでも出会った瞬間に別れてあるから別れはある可能性あやに会いたい子もいると思うけど会ったら終わりだから別れる可能性もあるから気をつけてください。そういう霊感の強い子でさ自分で霊がいってさポップアップとかやったらさファンの子全員霊打つのがどうなんだろう。いやでもそのファンの子は自分を好きでいてくれるじゃんだからその悪い霊ではないんじゃない。ああまあそうかそうかそうかそのさ生き量とかってさ結構好きすぎてつくわけじゃん同性でもあんのかなだからあやのファンって多いわけじゃんあやちゃん大好き本当にあやちゃん憧れですみたいなその好きが好きすぎて生き量ってなのかな。なんか例えばアイドルの子に対して男性オタクが「好きで好きで好きでお前誰プライベート何してんだよ誰と男で絡んでんだよ」みたいなその怨念は生き量になるのはなんとなくわかるでもほんとはポップじゃんあやのこと好きって女子がそれでも生き量になるのかな。でもあやのファンがつかないあやにはあそうなんですかあそうなの決まってんだうん決まってるあやにはつかないあそれならよかったわ。この動画見てる子からしたらさ何でってみたいな感じでほんとバカバカしく思ってる子もいるじゃんで生き量って何みたいなでも生き量とかってこの仕事してるとほんとに身近に感じるよね。うん感じるだから生き量とかあるんだろうなっていうこの思い画面上からでも合わなくてもあるんだろうなっていうのはほんとに体験してるこれはバカにできないマジで。なんか最近満月がダメって人多くないあ多い満月かみたいなそうであやそれもめっちゃバカにしてたの何満月やダメ意味が俺も今バカにしてますまだバカにしてますであやもうは満月なんて綺麗なだけじゃんあやだってめっちゃ眺めるわと思ってそれで満月本当にうち NG みたいな満月 NG だから満月の日はあんま外に出ないようにしてるんだよねとか結構いるの満月そのダメな子みたいなでそれであやが大阪行った日ポップアップの日あめっちゃ満月だったよめっちゃ満月だったじゃんすごい綺麗なでっかい満月そうでうわめっちゃ満月と思ってまあ綺麗ってなんじゃんそのあやなんて嫌じゃないからずっと眺めてたのまあ大阪向かうじゃんまず携帯の充電がなくて、大阪の新幹線ね携帯ずっといじれなかった。それは自己責任完全に自己責任最悪じゃんそんなことある最悪そんなことないじゃんめちゃくちゃ最悪と思ってって、もう眺めるしかないじゃん、外を。で、その時はまだ霊もついてなかったから眠くないし、元気だから寝れなくて、ああ、やっと着いたと思って、大阪着いた瞬間、チャージスポットを借りて、で、なんか、まあ、充電して、で、まあ、普通にタクシー乗るじゃん、順番が来たから。それで降りた瞬間、カードでって言おうとしたら、すいません、カード使えないんですって言って、じゃあ、パスもダメですみたいな、もう、現金かチケットのみになります。そんなことあると思って。ゼロだったの、現金が。で、銀行に下ろすカードも持ってなくて、えっと思って、姫香ちゃんに3200円借りて、マジでごめん。で、まず最悪じゃん。ああ、最悪。絶対満月のせいなのよ。いや、絶対自分のせい。絶対運悪いだけど。違う。で、その次の日も結構綺麗な満月だったの。で、まあ綺麗だなと思って、でもちょっとその日から満月恐怖症なんだよ。で、満月だから、10年も綺麗な早かったしと思って。で、それで、家にいたんだけど、その時、この家じゃなくて、前の家だったのね。そしたらなんかすっごい悲しい気持ちになったの。なぜかわかんないけどね。それは家も違うなんかわかんないけど、なんかすごい寂しいみたいな、なんかわかんないけど心にぽっかりはなんか急にそうなんかすごい涙が止まんなくなったのね。それすごいね。そう、なんかなんで何の涙かわかんないけど悲しいみたいな涙で、意味わかんないじゃん。わかんない。で、それで何の涙だったんだろうと思って、まあお風呂入って寝ようと思ったら、もうめっちゃめちゃな悪夢を見たの。何か覚えてないんだけども、超悪夢を見て、起きたらめっちゃ泣いてんの。またそう、でも絶対満月のせいやんと思って。いやいや、満月があるとすっごい満月を見ちゃう癖があるのね。ずっと眺めちゃうの。それがよくないんだって。あ、そうなんだ。そう、満月を見すぎるとなんか悪いこと。いや、なんか満月ってあんま見ちゃいけないらしい。じゃあ俺も一見満月だったら一見見てみるわ、たくさん。俺基本的に見ないからだからじゃない、あれさ、すごい空見ちゃうの。空好きだから、雲とか夕焼けとか超好きだからね、あれは。そう、半月だったらめっちゃ見ていいのかな。半月だったらめっちゃ見ていいんじゃない。だよね、最近超でかい半月なのでめっちゃ見てます。何の報告だよ。それから満月が嫌だっていう人の気持ちがすっごい分かるようになったの。なるほどね。その悪夢を見て、この部屋ってさ、月ってもう月見える。めっちゃ見えちゃう。めっちゃ見える。じゃあ閉めなきゃいけないね、カーテンとかも。そうだよね。前は暗くしてめちゃ見ちゃうの、部屋とかを綺麗に見たい。なるほど、夜景としてね。そう、で、なんか友達に言ったら、それさ、前日にさ、満月の話あやされたでしょって言われて、満月合わないって、それ洗脳されてるだけだよってでしょうね。ですよね。タクシーとか充電とか自分のせいだからマジで。お前洗脳されてるだけだから満月ダメとかじゃないよ。友達に言われたんですよ、またどうせ。あやね、ほんと信じやすいもんね、言われると。そう、信じやすい。だから洗脳されてただけなんだよね。なんだよ、話すのよ、最初から。でもそっから満月のこと結構調べるようになったんだけど、なんか満月ってなんか水分でほぼできてるみたいな。なんか水で 90% ぐらい水だからみたいな、どうたらこうたらって言われて、人間の体はほぼ水分でできてるから合わないみたいな。だから月がとこ、月がほぼ水分だ。そう、そんなことある？なんかそんな感じのような友達が言ってた。ああ、でもそう。その友達絶対嘘。絶対嘘だ。今日死ぬくてね。めっちゃ食べてる。満月っぽいからしない。お皿がね。そう。だって丸い、めっちゃこういう満月っぽいお皿しか開いてないもん。これ開いてない。これ開いてない全然。半分っぽいです。そういうことじゃない。だから最近ほんとスピリチュアルがひどすぎて、お花が枯れるとかも身近に起こりすぎて、普通にクリスタル買おうとしてる。いや、だから花は一回本当に検証してみよう。本当に本当も同じ階の違う部屋だよね。本当に検証できんの。気圧とかもやっぱ多分。じゃあ隣の人に渡してみる。気まずくない？告白じゃない？花一本とか出すのロマンチックすぎる。いや、どうだろうね。でも一回やってみよう。本当に今日一回花買ってみて、で写真撮って、偽装するわ。まあ今回は俺のメモは使わないでいいかも。今回はあやのトピックだけでなんとかいけたかもしれないな。まあ39分、いいじゃんね。はい、ということでこんな感じで、まあちょっと今回は怖スペシャルです。怖スペシャル。怖い話がダメな人は今飛ばしてください。遅い。めちゃくちゃ遅いわ。すいません。苦手な方は。でも夏じゃないからね。もう心霊シーズンじゃないし、ポップに見てもらえると嬉しいです。笑ってるし本人。笑顔だし。そう、みんな笑顔になってほしい。普通に明るいし。普通になんか感じてないし。満月好きだし。めっちゃ満月見るし、今後も。もう全然めっちゃ黄色好きだし、別にそれでもという感じで終わりたいと思います。あ、待って、結果的にね、そうだ、今回の多分タイトルは冷凍餃子選手権とかになってると思うんだけど、これこれがうまいです。それうまい、食べてみてください。マジうまい。はい、ということでこの動画が良かった方はチャンネル登録、高評価、コメント、無断天才お願いします。じゃあねー。これは関係ないですからね。いつもね、あくびしながら喋るのってね、犬にとってはね、日本語なんか喋ってるつもりなのって。あ、そう、真似してるって感じ。そうそうそう。めっちゃ可愛いね。可愛くね。なんて言いたいんだろうね。ね。ベアってめっちゃ喋んじゃん。ベアってめっちゃ喋る。あれ、もよって。絶対なんか真似して日本語喋ってるつもりなんだろうね。なんて言ってんだろう。帰らないでとかなのか、本当に。やだやだやだとか言ってんだから。やだとかがわかりやすく。そうなの。どうなのベアちゃん。ベアちゃんお座りして。賢い。手でお座りは？手でお座りは？手でお座りして。わあ、かわいい。見てこれ。いつもありがとね。はい、というこんな感じで終わりたいと思います。ベアちゃん、バイバーイ。じゃあねじゃあねじゃあね。